椿スピリットについて少しお話をさせていただきます。実は当社では1999年からミッションステートメントを掲げ、これまでこれを会社の経営理念として展開してまいりました。100年を節目にしてですね、本当にそれでいいのか、もう一度見直そうというところで、今回新たにですね、椿スピリットというものを完成させました。社会的使命としましては、動かすことに変化をもたらし、社会の期待を超えていく、社会の皆様のご期待にですね、沿っていこうということで、本当だったらいいわけですね。でもそうじゃないと、そのご期待をさらに超えていこうというところが社会的使命として掲げております。また椿の目指す姿として、ものづくりにこだわり、ものづくりの先に行く。我々はメーカーです。これまでもものを作って皆様にご提供申し上げてまいりました。場合によってはサービスなのかもしれません。でも我々はものづくりを通じて、その先にある皆様が幸せになる、そういったものをですね、これからも提供していこうというふうに考えております。私はずっとワンツバキと呼んでおりますが、これは創業者の椿本節造王のですね、和をもって尊しとなすという言葉に通ずるところがあります。それぞれの事業、それぞれの部門がですね、独立して一生懸命切磋琢磨して、それぞれの商品サービス、そういったものを磨き上げていく。椿スピリットによってですね、心を一つにして、互いに足らないものは補い合いながら、でもそれぞれが切磋琢磨していくと、そういった思いでこのワン椿スピリットというのを今回掲げております。